の風物詩といえば花火と祭りだと思います。花火だけに限らず、夏のお祭りにみんな行くと大人も子供の心に帰れる。江戸時代初期から続く宗家花火鍵屋の十六代目、天名彦です。私が十五代目を継ぐと決まっていたのは7歳の頃から。私はその約350年続く鍵屋の女性初の当主として2000年に襲名をしています。花火師という仕事と審判という仕事の共通点は、集中力と瞬時の判断が求められるということだと思います。真っ向勝負といって、何か大きな問題、壁にぶつかった時も逃げないとか、一つの目標に向かって達成するにはコツ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 努力を積み重ねることが大事なんだなっていうことは勉強になりましたね。五島市は、自然に恵まれ、人情味があっていい島だと思います。まあ、自然と一体化した練習方法も都会と比べてあるのかなと思います。なぜ九州の子どもたちが柔道が強くなれるのかというのは、やはりそれぞれの子どもたちが熱いハートを持っている、でそれで柔道に臨んでいるというのが原因の一つかなとは思います。秋瓶回収は私の先輩方からずっと受け継がれている行事でありまして、やはりその部費の一部に入れて、県の方に大会に行く時の旅費等に使うという目的で開催するのと、九州から数多くの先輩方がチャンピオンになって世界で活躍している姿を見て、やはり少年たちも柔道に頑張ろうという気持ちが芽生えるのかなと思います。小さい頃からやっぱりお父さんがずっとトレーニングとかその練習とかずっと一緒にやってくれていたので、あそこが今にこう生きてるのかなっていうふうに思います。柔道の練習は学校で練習した後にも家で自分で自主練習を行っているので、やっぱ練習量では誰にも負けない自信があります。錦秋期大会鬼連覇できて本当に嬉しい気持ちです。本当にきつかったです、はい。柔道の目標は2020年東京オリンピックで金メダルを取ることです。オリンピックとか世界選手権とかの前に、九州の子どもたちはまずこの錦秋期、これが大きな夢になる。まあね、男女合わせて500以上の、ね、高校が参加する日本で一番大きな大会ですけど、勝ち続ける限りは力の限り何回でも試合ができる。それで言い方変えて言うと、若い時に一つのことに、ね、集中して、自分の目標に向けて自分の力の限り、自分を追い込んでいく。この試合で、この大会で力を出し切った、出し尽くした
選手たちの中からこれからまた日本の柔道界を背負う選手が出てくることは間違いないと思います。若者には無限の可能性が上がる、ね、高い目標、大きな夢を持って、それに向かって自分の力の限り、ね、チャレンジしてほしい。失敗しても失敗してもチャレンジしてほしい。それこそがね、その人の人生の財産になる。